行くぞ。本日のゲームはイーストロールスタジアムで中央へ頭で来た。クロス上げる、ヘッドだ。ここで笛、前半が終わりました。後半キックオフです。デニスローからブルーノ・フェルナンデス、コース空いた、シュート、ところでしたが、なんとか切り抜けます。デニスロー抜けた、抜けてくる、ゴーマー、クリアって感じですよね。ここから打った、抜けるか。さあ右へ預けて、お、いい形ですよ。クロスがヘディング、ここで終了を告げる長い笛。1対0アーセナル、1点差、接戦を見事制しました。このゲームはここサンシーロで行われます。スタジアム全体がミラニスタの、まずファーストハーフ見ていきましょう。 AC ミラン対アーセナル、フェルナンデス、そうですよね、この大会グループステージ全試合でゴールを記録したリオネルメッシ。ピルロからのヘディング、こぼれた、ムバッペからカーカー、シュート、ピルロからメッシ、裏へのスルーパス、どうだこのシュート、おっと、クロスが上がる、ここで笛、前半が終わりました。後半です、どうだ、笛か、どっちだ、アーセナル、ペナルティーキックを与えています。ここで先制のチャンスを迎えています。いや、最初の1点ですからね。しっかりと決めた、カーカー、左サイド上がっていきます、抜けてくる、シュート、メッシー、ラシャル・ジャンポ・ペル、イノール・ファクロ、カフー、ミラン、もう無理にはいきません。イノール・バンキテレ、ソン・フンミン、アンドロシーニ、シュート、イノール・シェイ、ハイトボールを奪ってフィニッシュ、キキ、抜けた、メッシーに渡る、少し時間を考えてのプレーですよね。そして今試合終了、1対0アーセナル敗れました。このゲームの舞台はここエミレーツスタジアム、チームの勝利を信じるドゥーナーの声援が、これは合いません。もう一度上げる、止めた、ここは繋がりません。シュート、どうなるんだ。さあデニスロー、裏を狙っていきます、クロスを選択、頭だ、パスで繋いで攻め込んでいきます。やっぱり警戒しますよね。デニスロー、どさあ繋がるか、いいボールですね。デパウル、中央へヘディング、香川へ、香川から左サイド戻します、シュート、枠に入れる技術も素晴らしい。ここで長いホイッスル、前半終了です。半ばぐらいまではね、いい戦いをし
してるなと思ったんですけどね、結局先制されてしまいましたね。これはどうだ、シュート、早いパスパス、ナンバーファイブ、さあ繋がるか、どうする、シュート、時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。メッシー、ドンナルンマ、素晴らしい反応でした。難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたよね。さあチャンス、東京での戦い方どうしますかね。裏へ届くか、さあホーランド、ホーランド、シュート、入った、自信、上を口に加えて、今アスモニュメント建設は1938年、90年近く前の画面右側がアーセナル、シュート、ブルーノ・フェルナンデスから左サイド、スピードアップしたいですよ、ここは自分で行く、わずかに届きませんでした、絶好の位置、シュート、ペドリからムバッペ、うまいですね、ムバッペ上げる、インターセプト、ここは繋がりません、シュート、得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね、いやシュート、コマン、ここですね、ペドリから右サイド、折り返す、デニスロー、デニスロー、メッシー、ペドリ、ネイマール、さあムバッペ、来た、これはシュート、裏へのスルーパス、ショーからムバッペ、スルーパスを狙う、クロス入れてくる、ヘディング、デニスロー、裏へ出るか、コマン、おー、いい形じゃないですか、と呼んでいた、シュート、ドンナルンマ、シュート、どうだ、パスを防ぎます、ここは競り勝ちます、アーセナル、さあコマン、シュート、決まった、追いついた、アーセナル再び同点とリスタートと思いきや、ここで笛、点45分だけでも一射分の迫力がありましたね、組み立てながら攻め上がっていく、さあムバッペ、シュート、引いたところ、アーセナルアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます、もしも組み方も早いでしょ、三笘、さあ上げる、中央へ、インターセプト、ミドル、シュートを狙いましたが、ボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした、奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが、バビーニョ、でパウルへ、ボールのところパス、どうだ、シュート、ゴール、アーセナル、ゲーム、オー、よろしく頼む。